私別サーモン科学館は、北海道私別町にある酒、マスの生態系を扱う私別町立の科学館である。1991年9月15日に開館した。館内には、ケージの標本や鮮やかな赤い魚体のベニザケを初めて、生きたまま展示するなど酒科の魚類の展示が行われているほか、私別川の酒が遡上する魚道となっているガラス張りの、 水路が設けてあり、秋の産卵時期には、川との間の水門が開放されて、実際に白酒やカラフトマスが、挙動水槽の滝を勢いよく登って素上する、光景を直に観察できる。また、白酒やマスの産卵行動も水槽内で行わせて、一般公開し、その後の卵の孵化から、稚魚の成長過程も、同様に、一般公開されている。 水槽内で行っており、川を遡上するところから成長して海へ旅立つまでの、酒マスの様子を間近に観察することが可能である。こうした、酒マスの一連の産卵行動を観察しやすいことを利用した研究活動も行われており、2008年には、当館で詳細な観察を行った成果をもとに酒が産卵時に心停止することについての研究成果を、 北海道大学大学院生がアメリカで開かれた学会で発表している。その他にも1996年には世界で初めてメス白酒からサイラにして人工受精を行って淡水飼育に成功している。また2005年4月3日には酒科の魚で 幻の魚とも呼ばれる伊藤の人工受精に一般の人が参加する体験実習会を全国で初めて開催するなど酒化の魚の産卵から稚魚の飼育に関して積極的な研究活動が行われているその他にも絶滅危惧種に指定されているダウリア蝶ザメの飼育展示も2005年から行っており2007年には北海道大学大学院の研究グループが ダウリア蝶ザメの生死の採取に成功し、それを使って人工孵化させた蝶ザメの子供を翌年2008年から当館の水槽で展示、飼育されるなど、蝶ザメの孵化、飼育の研究に関しても重要な役割を果たしている。こうした研究活動を支援するため、2010年10月1日には学生や研究者が長期滞在できる研究、 研修拠点センターが開設されている。他にも、流氷の天使とも呼ばれるクリオネやその仲間のイクオネ、などの約束をひらひら動かして泳ぐ生物の常設展示も行われている。若い長座目に観覧車の指を甘がみしてもらう、触れ合いコーナーや100円ガチャで買える、浮き餌にジャンプしながら食らいつく野生味あふれた、酒類の展示も斬新である。なお、 当館の裏手には、根室館内酒、マス増殖事業協会の酒捕獲場があり、実際の酒マス漁業と密接に結びついた場所に立地している。ありがとうございます。